さて JR 大阪駅、今からですね福井駅に向かいたいと思います。トッシーさんからですねサンダーバードで、なくなるやろうから、切符もうといた方がいいですよって言われて、はい、しました。で今から乗るのがこちらですね、サンダーバード37号になります。弁当でも買いたいところなんですけどね、今日はちょっとあの福井県に行くんですけど、高町古民家公民館の鉄道模型運転会で鉄道模型とか、線路のレイアウト環境を出してくださる伊藤さん家に泊まるんですね。で伊藤さんと晩ご飯行きましょうということになってますんで、お弁当は我慢して、まずは11番乗り場サンダーバードの乗り場に行きたいと思います。11番乗り場列車入ります、ご注意ください。11番乗り場列車は特急サンダーバード37号、金沢駅です。はい、まあ、私はこれに乗って福井県に向かいます。いや福井駅に到着しました。サンダーバードありがとうございました。で、私はですね、福井駅近辺に住んでおられる伊藤さんと合流ということになります。お決まりではありますが福井県といえば恐竜です。伊藤さんこんばんは。こんばんは。今日よろしくお願いします。お願いします。福井県は雨です。本日2023年の6月の8日やんね、8日やんね。はい、ここで皆様にお知らせです。来たる6月10日11日高町古民家公民館にてデネボチャンネル主催の鉄道模型運転会を開催します。ぜひ皆さんお越しください。福井県の伊藤家にお邪魔します。いきなり鉄道模型があります。伊藤家の食卓、あ、違う、伊藤家のご自宅、これおしゃれやん、なんか、何これ、これお店じゃないの、これ足元気をつけてください。ちょっと待ってください、これ何ですか。何この広いの、声が響くし、これ本当に個人のご自宅、これ何畳あるんですか、ちなみに。37畳。この土地がちょっと長細い、昔ながらの市街地、旧市街なので、ただ間口が狭くて奥が長いっていう長屋台風の土地ですもんね。これが37畳で、この模型は一体何ですか。これ影響ですね、ごめんなさい、個人のご自宅でこの模型っていうのはなんか壮行会みたいなのやったということですか。そうやってますね。季節に1回ぐらいこれ仲間で模型走らせてます。あ、それは大学時代のからのお付き合いのあるお友達が集まってる。そうです。あの、っていうかさ、これ声が響くねよこれ。はい、このほんで電球も綺麗ね、上埋め込み式で。あ、そうですね。はあ、立派な。あ、これクーラー。はい、クーラー代半端ないんじゃんこれ。いや、ちょっと、ほんで、もう一個驚いたら、こっちなんですか、これ。これ。これや、倉庫です。いや、倉庫言って、模型屋さんやん。これ棚もあるんですよ。業務用の棚ですよ。はぁ。あの、大学の研究室とか、あの、はいはいはい、そこで使われる棚ですね。はぁ。これは何のポスター絡みなんですか。カレンダーです。あの JRTT の。あ、はいはいはい。なんか大量に配られたのでもらってきました。はあ、しかし笑かすな。いや、これはこの中で、これはなかなか外にないですよとかみたいなある。お宝。お宝ですか。うん、例えばあの欧州の模型とか、ヨーロッパのレール、ね、はい、ネイルジェットとか。これ実際ヨーロッパに旅行行って買ったの。いや、これ友達に欧州鉄の人が頼んで買ってもらったんです、代理交流。あ、なるほどね。現地の行きつけの模型屋があって、ふっあのスイスに、スイスに行きつけの模型屋があるの。はい、
一体あなたは何様なんですか？オーストリアです。オーストリア。あ、オーストラリアじゃなくてオーストリア。チューリッヒに受付の模型があって、そこで友人ですけどね、そこで自分は代理購入をお願いしたんです。なるほどな。いや、これはなかなかいかつい。これで N ゲージがだいたい2300両ありますね。で、我々はこの一部を持って明日高町に行くと。そうです。いや、本当ありがたい話。あ、時刻表もあるじゃないですか。はい、これ古いやつ。古いやつから。はあ。いや、これ一般の人来たらみんなびっくりするんちゃうの。びっくりしますよね。え、いや、まあまずここのね、倉庫っていうか、この模型のこう、うん、一般のもびっくりするんですけど、いや、とにかくこっちすごいわ。これちなみに走らせることできるんですか？できますよ。おっと、いや、これがですね、37畳のここ、何部屋っていうの、ホール個人のご自宅にホールがあります。その個人のご自宅のホールの端から端までずっと一周。今走ってるこれなんていう車両なんですか？475系ですね。そんなん言われても分からへんわ。あ、もう一個走ってるわ。サンダーバートですね。サンダーバートと離合する。はあ、なるほど。ほんでまたあれ一周して戻ってくるんや。はい。いやー、とにかく37畳のホールすごいわ。これはあれですよね、本物におっしゃるようにお友達呼んで模型走らせるのにはベストやね。はい、雨も関係ないし。さあ、もともとはですね、普段2000回公民館とか借りてやってたんですけど、はいはい、公民館の制約が多いんですよね。 あと予約しないときなくし、はいはい、何時間もあれって、そうやね、っていうのがあってもめんどくさいってことで建てました。いや、ごめん、めんどくさい思って普通家建てへんねそこがすごいよな。公民館のホールを参考にしてます。あ、なるほどな。あの、コンセントもいっぱいあるんですよね。そうやね、確かにコンセント多いわ。あ、ほんまや、あそこもあるわ。そこから電源取れるようにコンセントいっぱい作って、運転会とか復旧できるようになってますね。伊藤さんの姿を撮った。え、ここは 何部屋なんですか？書庫です。書庫ってのは漫画？漫画とか、あと雑誌とか。はあ、え、奥入っていいんですか？はい、あ、こっちはあまり嫌なので映さないですね。はは、こっちがいいです。鉄道系ではないんですね。はい、私物ですので。なるほどね。あの、個人情報を思いっきり入れるやつなのでこっちがいいですよ。これは鉄道雑誌じゃないの？鉄道雑誌やん。鉄道雑誌ですね。ピクトリアもあるやん。はい、ちなみに私、あの、ピクトリアに一回寄港したことあるんです。何号か全く忘れましたけど。いや、もうとにかくすごいよな。